フィクサーイメージコンピュータは、ルーカスフィルムのコンピュータ部門である、グラフィックスグループが開発した、グラフィックコンピュータである。医学、地球物理学、気象学などの商業的及び科学的な、ハイエンド可視化市場を対象とし、オリジナルのマシンは当時としては、先進的であったものの、量的には売れなかった。1979年に、ジョージ・ルーカスが、 ニューヨーク工科大学から人材を採用して、コンピュータ部門を立ち上げたとき、このグループはデジタル工学印刷、デジタルオーディオ、デジタルノンリニア編集、コンピュータグラフィックスの開発に着手した。コンピュータグラフィックスについては、当時の技術的な限界から品質が十分ではなかった。その後、チームはハードウェアプロジェクトを開始することで問題を解決し、 より高い解像度の画像を生成することができる、より高い計算能力を持つマシン、ピクサーイメージコンピュータを開発することを決定した。1986年2月3日に、スティーブ・ジョブズが買収してから約3ヶ月後、コンピュータは初めて商業的に利用可能となり、医療用画像処理、地球物理学、気象学などの商業的及び科学的な、ハイエンド可視化市場を狙った。 このマシンは13万5千ドルで販売されたが、別に3マイクロシステムズ社やシリコングラフィックス社の3万5千ドルのワークステーションが必要だった。元々のマシンは時代を先取りしており、ラボや研究用の単品販売も多く生み出した。しかし、システムは量的には売れなかった。1987年、ピクサーはこのマシンを再設計して、 P2 第2世代マシンを開発し、3万ドルで販売した。ピクサーは医療市場への足がかりを得るために、主要な病院1 0台のマシンを寄贈し、マーケティング担当者を医師会に派遣した。しかし、CAT スキャンデータを 3D でレンダリングして、人体の完璧な画像を表示することができるにも、かかわらず、販売にはほとんど効果がなかった。ピクサーは、 CAT スキャナーのメーカーと契約を結び、30台の機械を販売した。1988年までに、ピクサーは120台のピクサーイメージコンピュータを販売したに過ぎなかった1988年、ピクサーは P2 の旧スロットバージョンである、低価格の P-9 の開発を開始した。このマシンには、非常に初期の RAID モデル、高性能バス、 ハードウェア画像身長カード、4つのプロセッサ非常に大きなメモリカード、様々なフレームレートと解像度に合わせて、プログラム可能な1 0ット DAC を備えた、高解像度ビデオカード、そして最後に、ニュースを実行する、オーバー RA ボード、旧スロットシャーシが結合された。フルアップシステムは、3ギブの RAID だけで30万ドルもしたため、かなり高価であった。この時点では、 ほとんどのファイルシステムは2ギブのディスクしか扱えなかった。このシステムは航空宇宙産業で生産された利用者あたり100万ドルもする専用システムによって実行されるハイエンドの政府向け画像処理アプリケーションを対象としていた。P-9 とそれに付随するソフトウェアは次世代の低コスト商用ワークステーションのプロトタイプとなった。1990年。 ピクサーイメージコンピュータは商用画像処理の最先端を定義していた。にもかかわらず政府は大量配備にはまだ利用者あたりのコストが高すぎるため次世代システムのコスト削減を待つことにした。この決定をきっかけにピクサーはハードウェアエンジニアを解雇し画像処理事業を売却することになった。どの業界にも大量の買い手はいなかった。 販売されたピクサーイメージコンピュータの数は300台に満たなかった。それはパイプラインの一部として構築されていたが、開発を進めていくうちに CPU でムーアの法則と競合していることに気づき、正当化するのに十分に先を行くことができなかったので、ハードウェアの取り組みを実際に中止した。エドキャトマル氏ピクサーのコンピュータ事業は、1990年に200万ドルで、 バイコムシステムズに売却された。バイコムシステムズは、その後1年以内に、連邦倒産法第11章の適用を申請した。ピクサーイメージコンピュータから学んだ多くの教訓は、1990年代の初期から中期にかけて、低コストワークステーション及び、商用アナリストワークステーションプログラムのガイドラインに取り入れられた。 P-9 開発の原動力となった政府の大規模な展開は、1990年代後半に統合開発能力と呼ばれるプログラムで行われた。P2 は2つのチャンネルプロセッサーを搭載することができる。シャーシには4枚のカードを収納できる。P-9 は9枚のカードカード、ニュースウィンドウシステム用のオーバーレイボードを収納できる。ニュースはローミング。 画像比較、ステレオ画像表示のための画像パイプラインを制御するために拡張された。各チャップは4ウェイパラレルの画像コンピュータである。これはシムドアーキテクチャであり、画像やビデオアプリケーションに適していた。赤、緑、青、アルファチャンネルの4つの画像チャンネルを並列に処理していた。画像は各カラーチャンネルごとに12ビットで保持された。 1 2ビットのデータはマイナス1.5から2.5までの範囲で整数部分に2ビットを使用し0から1までの範囲で1 0ットの精度を持つという固定小数点フォーマットを表していた。これを操作するためには一般にユニックスホストマシンが必要である。このシステムは 80M 秒のヤップブスまたは 2M 秒のマルチバスを介して外部から他のホスト データソース、またはディスクに画像データを通信でき、200バックス、またはバックス -11、780の200倍の速度に相当する性能を持っていた。ウォルトディズニーフィーチャーアニメーションは、同社のコンピューターアニメーション制作システムに、数十台のピクサーイメージコンピュータを使用しており、1995年のポカホンタスの制作まで使用していた。ありがとうございます。